ウフアンムーレットとトーストトーストに乗せる例ウフアンムーレット、ウアンムーレットはフランスのブルゴーニュ地方の名物ラン料理赤ワインのソースで作るポーチドエッグの一種である名称のウフは卵のことで複数形の場合はウッと発音するが本校の料理を日本語表記する場合はフランス観光開発機構の日本語サイトでもウフとカタカナが当てられるケースが見られる ムーレットはこの地方の料理法及びその手法で作られる料理そのものを指す後で炭水魚などを食材として使った赤ワイン煮込みのこと。ベーコン、玉ねぎをバターで炒めてから赤ワインと共にブーケガルニを投入し煮ることでソースを作る。この際ニンニクを入れるのもありで20分ほど煮たらベーコンは取り出しこす。この煮汁でポーチドエッグを作る要領で 塩および胡椒で味を整える。煮汁ごと、ポーチドエッグを深皿によそい、ベーコンも乗せて供される。ガーリックトーストにポーチドエッグを乗せ、そこに煮汁をかけ、ベーコンを散らすという盛り付けも見られる。ありがとうございます。